大石さんも mc の仕事ありますが、渾身のツッコミとかあるんですか？渾身のツッコミな。こんな恥ずかしいこと言います。<laughs> あのー、あのねー、渾身のツッコミというかまあ、僕結構受けなんで、その自虐して最終的にこう笑っていただいて終わるみたいなパターンが多いんですよで。その。 まあ,あるアニソン番組の回しで僕司会っていうか MC させていただいたた時にそのみんなの推しキャラを聞いていくみたいな感じでその言ったんですけど最終的に僕に回ってきて皆さんその妥当な推しキャラというかそのナルトで言うと誰々みたいな感じとか結構オーソドックスな感じで言ってたんですけど僕だけ「少年ジャンプ」に連載されてた「トラブル」っていう。 ちょっとね肌の露出が多い系の漫画があるんですけどあのー、そこの妹キャラがいててもう結構そのラッキースケベ系の漫画なんですけどすっごいカメラ目線で自信満々に「勇気みかんです!」ってテロップ付きであのー、放送されたんですけどねあの配信されたんですけどまあやっちまいましたねあのー。<laughs> お前そっち側だったのかみたいな感じでネットがめちゃくちゃざわついていまだにそれがキャプチャーされてネットの至るところで勇気みかんですっていう僕の真顔とともにあのテロップ貼ってあるっていうのをすごいフリー素材みたいに流れてますスタジオは受けたんですかスタジオは全然受けてないんです <laughs> はて有機みかんってはて <laughs> 僕的にはもうトラブルといえばもうバイブルだから ね、みんなもうね普通にもう国語の教科書ぐらい見てるもんやと思ったんですけど <laughs> こんなことある枕の装置ぐらいの知名ですよ <laughs> <laughs> いやマジで「<laughs> 有機みかん」紫式部ぐらいですよ <laughs> ほんまにちょっとびっくりしましたねあれはねこんな通用せえへんねやと思って、ね、変な変な雰囲気あジャンプで思い出してちょっといいですか